なんかボイスのやつです。何これ。お待たせしました。はい、この前収録したボイスラバーストラップが出来上がりました。どんなことを言ったか覚えてますでしょうか。全然覚えてないです。なんかすごい喋って終わったみたいな感じだった気がします。なんか喋りながらなんか何個か撮ったみたいな記憶しかないですね。じゃあまず僕のから。次に向けて頭の中は整理ついていますか。あ、なるほどね。あ、続いてる。あ、何個かあるんだ。あ、そうです。へえ、すごい、本当に喋ってるみたい。素晴らしい、良き一日を出して頑張りましょう。だるいや、言わないですけど、でもまあ、でも、そういうテンションの時は言うかも、D さん、確かに。滑舌悪い。頑張っていきましょうっていうか、頑張れるじゃないですか。一緒だよ、D さん。ね、なんで？早口やな、こいつ。はい、早口の彼です。声聞く。大丈夫。なんで？だるー、こいつ一番だるい。一番だるいです、こいつが一番面白い。でも、でもギーさんが一番聞き取りやすいかも。ほら今日楽しかったな。また一緒にどっか行きたいな。今日はありがとう。そうか、サミと喋るとき敬語だから関西のイントネーション出てないけど、普段はそうか、関西なんか。優勝目指して頑張ります。僕をもっと打てるように頑張りますので、ぜひドームで応援に来てください。よろしくお願いします。イサミっぽいですね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あ、そうだ、はい、そうだ。今日はですね、はい、上コーチに、6名分ありますので、ご自身のも含めて、はい、品評会をしていただこうと。ほう、お越しいただきました。選果投手もさっきアーダコードに行って帰っていきました。あ、そうなんや。じゃあその選果からいきましょうか。はい、休みたい時は休めば。休みたい時休めないんだよ、先発じゃあるまいしね。あつお、あつお、ちょっと気取って言ってるかな。あー、じゃあやっぱちょっと伊達シュートいきます。いつもありがとう。これからもお世話よろしく。あー、あら、ありがとうって大事ですからね。そうなんですよ、ありがとうってね、もうごめんなさいっていうのは、そういうのもちゃんと言った方がいいんですよね。伝わらないから、思っててもってよく僕も嫁に言われます。動けば治るよ、一緒に走りに行こう。あ、それはみんな走っていくけど、ついていかない、お前には早すぎて。誰行こうかな、これはちょっとおもろいと思うんでね。これ結構テレアで行きます。今日俺に任せてゆっくりしてる。これも奥さん。はい、あー、ゆっくりしてる。まあそんな優しい男なんで、そのまんまかな。ちょっとこの天然の勇ちゃんにすぐ忘れる。もう言ったこともあっっていう。出てないね。なんかこう上辺だけでもっと出るように言ってるかい、そんなんでって感じですね。ちょっと気合いを見せます、これは。で、やっぱりキャプテンワンピース言ってんじゃんかな。なるほど、らしいです。あ、まあ、このまま、うん、らしいですね。一言、多くを語らず。素晴らしい、良き一日を出して頑張りました。うん、このイントネーションもギーターですね。ああ、かちょっと喋りながらちょっと考える、考えながらこう喋る人のはいいんですよ。はい、これですよ。まず写真がダメですね、これね。寝起きのキャンプの時の顔写真ですもんね。顔むくんでる。まあ何喋ったんだろう。じゃあ聞かせていただきます。自分の何だろう、ね、ほんと恥ずかしいわ。
いや、選手もとりあえず僕も一緒に押してるんですけど、僕を押してくれる人いないんで、僕も押してほしいなと、もちょっと甘えたところ恥ずかしい。一発目これ最後に来てほしかったわ。一発目これはいかんな。これからも熱くいくわい。そうです、熱くいかないとね。まあ僕は熱くじゃなくて熱苦しいようになって一押しですか。シュートかな。女性の方がもし聞いていいんやったら、優しい甘い感じかなっていうのは右京かなと思いました。右京です。はい、いや素晴らしいと思います。この仲間に僕も勇気いただきまして、こっぱずかしいんですけれども、嬉しい限りなんで、最高のものができてと思います。はい、僕も買います。というわけで、村上コーチによる品評会でした。はい、ありがとうございました。恥ずかしい。